7月の東京都知事選で辞典となった前、秋田方市長の石丸真次氏が18日、自身の公式 YouTube チャンネルを更新、自民党総裁選に比べ、立憲民主党の代表選の話題が極めて少ないことに触れて立民の危機意識に苦言を停止、直送選挙で立憲民主党の新代表の選挙区に立候補するという構想を口にした。石丸氏は動画で、 正直、自民党総裁選より、個人的に興味があるのは、立憲民主党の代表選ですよ。どういう意味かで言うと、悪い方ですとも発言。完全にスルーされてません今、大丈夫ですか立憲民主党、大事呼ばないでしょ。全くと言って、言うほど話題になってなくないですかと指摘した。その上で、この立場で、政権交代とか言えないでしょ。 立憲、頑張ってくださいよ。頑張りましょうよと提言。立憲に何の恨みもなくて、本当に頑張ってほしいと思ってんですよ。野党第一党としてねとしつつ。恐ろしいほど無視されてるわけですよ。国民から、メディアから、何かで打とうよ。なんで慌ててないのかなってびっくりしますよと、とうとうの危機意識の低さに苦言を呈した。さらに、 穿った見方をすると今の万年野党のポジションの座り心地がいいのかなって勘ぐってますつまり文句だけ言う悪口だけ言うそれに一定程度共感してくれる国民絶対いるんですよで現職が空に困らない議席を守るっていうとも指摘でもこれ最悪の政治家ですよ民主主義に規制してるだけじゃないですかさすがに そこまで落ちぶれてないでしょって信じたいんですけど、だとしたら手を打たなきゃって思うんですけど、なんか人の悪口とか言うとる場合じゃないでしょ。己の立場をちゃんとしなきゃとした。さらに、一個、僕から思いついたのを一応提案しとくと、立憲民主党の代表選が9月の下旬にありますと。で、おそらく自民党総裁選があって、そう遠くないうちに衆院解散するんでしょう。 解散総選挙したときに、次の立憲民主党の党首の方の選挙区で、僕が出ますと、驚きの宣言。その時は、実行も協力してください。候補は立てないで、僕と立憲民主の代表が一騎打ちと呼びかけつつ、代表選の直後に、実は一番のピンチが来るってなったら、注目集められるんじゃないんですか。少なくとも、今のまんまよりかは、 時効も、協力的、こっちに乗っかってくれたりしたら、いよいよ壊滅するか否か。そこからじゃないですか、立て直すのは。リスクを取らないとリターンってないじゃないですか。それぐらい何か工夫して、自分たちの政治生命をかけて国民に訴えるという、姿勢をまず見せなきゃ、自分たちの思いって伝えられなくないですかと言葉に力を込めた。さらに、僕が、 立憲民主党の代表に勝ったら、僕を立憲民主党の党首にしてください。乗っ取りますと、ジョークも。続けて、別に共産党の悪口を言うつもりじゃないんですけど、共産党と一緒に何かをやって、政権交代は現実味がなさすぎますよとも指摘。共産党が悪いって言ってんじゃないですよ。何十年もね、揺るがないそのスタンスは立派だと思いますし、 なかなか普通の政治家が見てないところも見てるので存在価値は十分に認めてるんですとしつつただそれを国民の多くが支持するってのはやっぱり難しいと思います現実問題ね政権を取りに行くぞっていう状態であの組み合わせはないなと思ってますよと持論を展開した以下はネット上の意見をまとめたものです どの党も政権を取れるとは思えない。なんで支持率が低いかというと国民が期待していないだけのこと。共産党やこれと連携するような立民は思想的な面でも期待するのは限界がある。維新や国民にしても現状政権を担えるほどの期待は薄い。自民党にしてもこれまでは多くの支持を得てきてはいるが、 太平の政権下ですっかり日和見となり不祥事が目立つ、政党となって信頼が薄らでいる。自民党はまず危機感を持ち、国会議員としての自覚を持ちひたすら国民の生活と安全の向上に努めることだと思います。万年野党のポジションが心地いいというのはその通りだと思うけど、文句だけ言う、悪口だけ言うというのは、具体的な対案を出そうにも、 党内の意見がバラバララすぎて、とてとともじゃなないけどまとまらない結果だ,と思いますだから仮に石丸氏が遠くびの座をものにしたとしてどれだけの政治手腕があるにせよ到底まとめることは不可能なのではないでしょうかそれならまだ小池さんの時みたいにゼロから石丸新党を立ち上げて政策に賛同できる人たちだけに合流を促した方が現実味があると思います。 その時はただ選挙に勝ちたいだけで、志が異なる人たちにはお引き取り願うべきです。小池さんはそれを、排除と表現して、批判を浴びましたが、政党とは元来、政治理念を同じくする人たちの集まりのはずです。野党全般に言えるんですよね。文句とかミスを、都度強く指摘する割に自ら真案を提供したことがほぼない。これ例は新選組も同じで、 山本氏の言っていることは確かにそう思う点あれどじゃああなたならその部分をどう改革しますか噛み砕いて具体的なローダーマップを示していただきたい一つも前進してないんですねだから最終的に口八丁の食わせ者の息から出られないで毎回終わっている相手にされていないわけです野党第一党の立民なら現在党首を目指す枝野さんだってその辺を しっかり主張されれば彼に一本化もできるしむしろ党が強くまとまれると思いますよゲゲの一般国民はその力量を待っているんです金持ちの顔色うかがいそんなくだらないしがらみをどうか振りほどいて政治人生をかけて今すぐ本気で動いてください新政自民だっていい世界のお手本になるくらいに日本を正しい方向へ導いてください 立憲党首の選挙区に出れば自民、公明が協力してくれるって、おそらく協力はしないよ。泉さんより、石丸氏に当選される方が脅威だからね。泉さんはもう与党から足元見られてますよ。確信をついているというか、私も長年に野党を見てきて、そういう見方をしています。とても頭の良い人たちです。 政権を取らないくらいの支持率で今の立場を確保する。中には日本が衰退するように批判だけを繰り返して議論が停滞するようにしているとほじった見方もできます。今の野党は長年腐った政治を続けてきた自民党と同じくらい罪深いです。他人を批判するならまずは己の言動を猛省してほしいと思います。立憲民主党は本当に 政権交代したいのですか国民の目にはそう見えません。8月19日現在で、泉現代表と枝野元代表だけの立候補表明。自民党は11名も手を挙げている。ハード、ため息が出てしまう。国民の受け皿がない。残念です。むしろ、この二人なら、いっそ、石丸氏を招兵して、代表選やった方が、 国民の政権交代の受け皿になるのではないかと真剣に思ってしまいます立憲民主党は強い意志と決断が必要になってきていると強く思いますなるほどな一から新党を立ち上げるより乗っ取った方がある程度既存の地盤もあるし物事が早く進むと睨んでるんやなそして党首が変われば党のイメージも一気に変わる可能性がある 石丸さんは労せずして一気に第2党の党首まで行けるわけだ立憲民主も本当に自民に勝ちたくて今のままではまずいと危機感あるのなら代表が選挙で石丸氏とバトルして負けるよりもある程度のポジションを用意するのでうちに来てほしいとなるわけだ新党からやってたら5年10年ではなかなか第2党までたどり着けないしなかなか考えたな 奇抜すぎて、現実味がどれだけあるかはわからんが、現実問題として立憲からしたら彼みたいな注目を集められる強力なカードは総選挙前までに間違いなく欲してるわけだし。